こんにちは。昨日ですね、10月の、いつだったっけな、まあ、10月に実家から、実家というか、まあ、札幌のうちの母親が住んでた部屋からですね、仏壇を僕の部屋に持ってきましてですね、今、僕の部屋に仏壇があるんですけど、親父の写真と、あとなんかおばあちゃんの写真も入ってたんですけど、こう飾ってですね、たまにお線香あげてるんですけど、昨日ね、お線香あげたんですよ。そしたらね、お線香あげるときに、いつもね、親父酒好きだったから、ビールお供えしたりとかしてたんだけど、昨日はね、お供えしようかなと思ったんだけど、まあ、いっか、みたいな感じで、ちょっと、お供えをですね、怠ったのですよ。それで、線香に火つけて、一応拝んで、そのですね、あれはですね、まあ、1分か2分後ぐらいですかね。うちの親父の葬式の時に使った写真、こう、額に入ったやつ。あれをですね、あれもうちにあるんですよ。でもなんか飾るのもなんなんで、見えないようにして壁にね、立てかけてたの。床の上に置いて。で、だからもうあれから2ヶ月ぐらい経つんです。ずーっとそこに立てかけてた。ずーっと。そしたらね、そのね、お線香をあげたね、1分か2分後ぐらいにね、倒れたんですよ。急に。バタンつって。触ってないんですよ。当たり前ですけど。何にもしてないのに、2ヶ月間ずっと立てかけたって何にも動いたこともないやつがね、パターンって急に倒れて、でヒーってなって、それで、ちょっとびっくりして、あーやべえと思って、お酒お供えしなかったから怒ってんのかなとか思いながらですね、僕レモンサワー飲んでたんで、レモンサワー、じゃあレモンサワーで我慢してもらおうかと思って、レモンサワーちょっと入れてコップにこうお供えしたんですよ。それでまあちょっとやることやって、寝る前にですね、レモンサワーちょっと片付けようと思って、思ってたらね、なんかね、なんだか知らないけど引っかかって何かに、レモンサワーね、バシャーンつって仏壇の前でひっくり返ってね、やっぱりレモンサワーはお気に召さないのかなと思って、まあ昔は日本酒とかばっかり飲んでましたから、おやじね、バーンってひっくり返ってレモンサワー、なんかその辺水浸しになっちゃったんですけど、まあそんなことがありましたね。今度からちゃんとね、ビールとか、ビールもよく飲んでましたから、ビールとか日本酒とかね、お供えしないと怒られちゃうのかなと思いました。はい。ですね、今日の1分間レッスン、まず最初にやりたいと思います。今日はですね、1分間で収めたいところですね。いきますよ。1分間レッスンどうぞ。はい。1分間レッスンです。今日は、ハイハットのオープン。スネアが高いな、なんか。まあ、これ一番最後に開けたりとか、まあ、途中で開けたりとかする人もいると思うんですけど、なんとなく、この後、シンバル入ると、なんとなく、閉じてますよね。シンバル入れるときにピッて。これね、シンバル入れるときに閉じなきゃいけないっていうルールないんですよ。閉じることが非常に多いですけど。開けっぱなしにしてスネアのところで閉じるとか。今交互にやりましたけど、頭で閉じるのと、スネアで次の小節の200目のスネアのところで閉じるのと、これ全然というか少し違いますから、なんか癖でシンバル打つときにピッて閉じてる人たくさんいると思いますけど、開けた方がいいかなっていう時もあると思うんですよ。一応選択肢としてすごくシンプルな簡単なことですけど、選択肢として1個覚えておくといいかもしれません。閉じないで、ここで閉じる。
どこで閉じてもいいっていうことを言いたかっただけです。ありがとうございました。はい。今日もですね、やはり1分半以上かかってしまいましたね。なかなかね、難しいですね。1分間で収めるのはね。はい。そんな感じで今日はですね、すごくわかりやすい動画内容になっております。どういうことかっていうと、頭にバスドラを入れてみようのコーナーです。簡単なやつで言うと、例えば、タッカタッカチャーンっていうのがあった時に、ドア玉をバスドラにして、で、残り手順はバスドラ入ったところが、例えば右手、まあ大体右手になると思うんですけど、右手抜いて、だから左、右、左。この音。で、まあこれは今、タカタカですけど、例えば、タタタン。これバスドラ頭にすると、ドタタン。手順変えるとまた違うフィルが出てきますね。そんな感じでですね、ドア玉をバスドラにするだけで、変わります。だいぶ変わりますというかフレーズが結構出てきます。それですね、ちょっと難しいやつを言っちゃうとですね、まあよく出てきますけど、バケラッタ、バケラッタ、バケラッタですね。これのバケラッタのバをバスドラにするとこうなります。ドタタンタン、ドタタンタン。まああと、あとですね、フォーストロークラフ、これの頭をバスドラにすると足左右左、はい。それとですね、まあこれもだから今言ったやつも全部手順逆にしてもいいです。足の後左右左でもいいんですけど、足の後右左右って、そうするとまたどん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 広がってきますけど、まあ今日のテーマはですね、普段自分がやってる、まあ、手癖とか、そういうのをですね、バスドラ頭にして、やってみましょうっていうね。意外にできなかったりするんで、手抜くだけで。はい、すいません。ちょっと待ってください。大丈夫でした。今ちょっとですね、外の、スタジオの向こう側にドアがあるんですけど、なんか勝手に開いてたような気がしたんですけど、大丈夫でした。ですね、何の話でしたっけ、あと次、例えば、ファイブストロークラフ。タカタカターン。タカタカターン。これを、ドア玉の後、手順的には左から。今日はですね、ある形があったとして、その頭の音をバスドラに変えてみると。頭じゃなくてもいいんですよ、当然。今日は頭をちょっと変えてみてください。一番最初に16分高々やりましたけど、6連もそうです。はい、そんな感じで今日はですね、頭の音をバスドラに変えて、その後ろの手順もいろいろ変えてやってみて、やってみると、またですね、自分が普段やったことないフィル出てくると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。そして、頭をバスドラにして叩きにくい場合、これが、ね、秘策があってですね、右手をハイハットにする。さあ、聞こえは、この音、チッしか聞こえないんで。手がすごくやりやすく、一個抜けるとね、ちょっと難しくなっちゃうんですけど、入れちゃう。
リズムが揃えやすいという特典もついておりますので、皆さんお試しあれということで。はい、ありがとうございました。